2021年3月、神戸市灘区に住む小原綾子さんは、1歳4ヶ月の次女、かすみちゃんの右目の異変に気づき、彼女を病院に連れて行きます。医師から告げられた病名は、1万5000人に1人と言われる小児がん、網膜芽細胞腫、そしてこのままだと失明し、命も危ないと伝えられました。2021年8月、かすみちゃんは右目の摘出手術を受けます。手術後、綾子さんは、かすみちゃんが寝静まった病室で、不安に押しつぶされそうになりながら、いい未来が待っているから、かすみ。大丈夫やでと祈りを込めて絵を描き始めました。ですが2023年3月、がんの転移を予防するため左目も摘出されます。両目の視力を失ったかすみちゃんのために、あやこさんは指で触って形が分かるように粘土を使った触れる絵を作り始めます。あやこさんは目の前が真っ暗になるようなことばかり、でも娘の未来は決してそうではないと思えるようになったと言います。かすみちゃんの闘病は今も続いていますが、辛い治療をしていても笑顔を絶やさず、元気いっぱいなかすみから私自身がパワーをもらっている気がしますと綾子さんは言います。綾子さんとかすみちゃんの物語は始まったばかり。ぜひ2人を、そしてご家族を応援してあげてください。